楽天 K ドリームスがお届けしますトラック競技日本代表チーム応援企画。今回は2021年4月3日に日本代表チームのトレーニングプログラムの一部として行われました通称トラックデイ、その中で行われた女子競輪の模様をお送りしてまいります。進行役私スポーツ MC アリーでございます。背景にもこれよりですねチーム楽天 K ドリームスいただきましてありがとうございます。今回リモート進行でございます。さて日本発祥の種目競輪はですね最大7人で同時スタートしトラック6周の先着を競う競技、3周目まではペーサーと呼ばれる先導役がスピードをコントロール、ペーサーは3周目が終わるタイミングで隊列を離れそこから残り3周のスプリント勝負が始まります。複雑にこう絡み合う思惑とラスト1周のスピードバトル、最後まで誰が勝つかわからないこのドキドキとワクワクの展開がこの種目の魅力。この夏の東京オリンピックでは日本のメダル獲得が大いに期待できる種目です。さてこれから女子競輪の決勝をご覧いただきます。出走メンバーはご覧の6選手、チーム楽天 K ドリームズからは梅川風子、佐藤美奈の2人が出走。この大会は日本代表チームのトレーニングレースとして行われていることもありまして女子競輪は強化指定を受けている4選手のみの参加。この決勝ではできる限り実戦に近い形でレースを行わせるため男子の若手選手2名を加えて出走は6名となっています。注目はこの選手、東京オリンピック日本代表内定の小林優香選手。これまで予選準決勝と2レース走りましたがいずれも1着でこの決勝に挑みます。さあここで今回の解説者をご紹介しましょう。チーム楽天 K ドリームス所属のガールズ競輪選手吉川美穂選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。吉川です。ちゃんと届いてますか？ガールズ競輪デビュー間近ですよね。急にというか自転車競技を始めた時から吉川選手はこの、競輪を目指していこうというところがあったんですよね。そうですね、もう最初きっかけがガールズ競輪だったので、なるほどなるほど、原点に戻ってきたような感じですかね。そうなんですね。でもその中では、女子のワールドツアーチームにも参加して海外も経験し、その中ではもうトラックもそしてロードも本当に忙しい競技生活の中で、で10ヶ月間の養成期間、これどうでしたか？そうですね、もう、中にいる間すごい長く感じたんですけど、外に出てみればあっという間なんてこともないんですけど、本当長かったんですけど、これ初解説でね、競輪とはという部分、この種目の面白さ、吉川選手の視点から見るとどういうところに注目してほしいですか？そうですね、もう競輪、特に250の競輪は、もうスピード感が本当に違うので、しかもスプリントも2人の駆け引きがすごく面白いんですけど、競輪は競輪で6人いるじゃないですか、UCI の250の競輪は、もうその6人の掛け合いですね、もう展開のやり合いがすごく面白いですね、スピード感と。なるほどなるほど、そういったところも見てほしいですね。そうですね、もうぜひ見ていただきたいです。では吉川選手とともに女子競輪決勝の模様を見ていきましょう。メンバーにはですね男子2人が入っています。勝負がかかるのは女子4人ということになります。これ会場で吉川選手ももちろん見ていたわけですよね？そうですね、でも会場にはいたんですけども、私たちこの日オムニアムと、あ、そうかそうか、マディソンを走る日、走った日ですよね、確か、ですので、もう多分その辺でヘロヘロになってた。倒れてますね。メンバーはこちらラインナップしました。佐藤選手から菊池選手、荒川選手、太田理由選手、小林選手、そして楽天 K ドリームスの梅川風子選手でございますね。梅川選手は2020年全日本トラック競輪優勝者、これ梅川選手は初全日本で初優勝を果たしたということなんですよね。ですからワールドカップでもメダルを取っている小林優香選手に競り勝った全日本タイトル、
ということにもなりますけども、本当にメンバー揃ってますよね。こうやって見てもね、内側から里美奈です、うん、はい、もう最初の全日本でいきなり小林優香選手をねえ、競り勝ったということですよね、はい、優勝しちゃうなんて本当すごいと思いますね。ですね、はい、ただ今日のこの準決勝までは2レース行っていたんですけども、1回戦と準決勝ともに小林選手がね、あの確実に1位で勝ち上がってきているという状況でございます。さあ並びはご覧の通り、さすが、さすがでしたか、オリンピック、はい、さすがオリンピック候補の、いやもう内定ですね。そうですよね、吉川選手、このペーサーがこう先導する間っていうのは選手の心境どんな感じなんですか。そうですね、私養成所でしか250は走ったことないんですけども、うんうん、なるほど、うん、まあ、自分の取れた位置によっては、うんうん、もう後ろが気になったりだとか、もう後ろにいたらもう自分がどこから行こうとか、うんうんうん、そうですね、もう小林選手とか太田選手のようにもう慣れてる人は、はい、もう自分はこう走るっていうものが完全に決まってると思うんですけども、どこからでも大丈夫だと思うんですね、そういう選手はね、もうあのこうすれば大丈夫っていうのが自分の中であるんじゃないかなと。なるほどですね、はい、さあペーサー離脱しまして、そろそろ動き始めますよ。これ男子選手2人が動こうというところですね。いやこれ小林選手を遮るような形で入ってきましたね。さあ残り2周、このスピードアップが半端ありません。さすがです、ね、さあ荒川菊池、この前その男子選手に小林選手が1人ついていきます。後方は梅川、佐藤、そして最後尾に太田、この並びラスト1周に入っていきます。鐘が鳴っています。さあ加速加速、おお小林選手が前の荒川と菊池をこれ外側から狙っていきますけども、どうだどうだ、迫っていく、ギアの日がちょっとありますけどもね、男子選手もここは意地があるか。小林選手 3番手フィニッシュです。いやスピード半端ないですね。すごいですね、あっという間でしたね。これが競輪です。このペーサー離脱からあっという間に勝負決まります。ただこれかけ始めるその瞬間がどちらが本当に早かったっていうところにもポイントになっていくわけですよね。そうですね、もう今回男子選手がやっぱ一緒に走ってるので、はい、もう本当にあの男子選手がスピードを作っていく、それになるほどなるほど、はい、どれだけ綺麗についていけるかっていうのもポイントだったんじゃないかなと思います。なるほどですね、まさしくその男子選手の2人の、まあ、逃げといいますか、これ一旦小林選手が動こうというところをこの男子選手2人がこの最有利の形を作ったんですけども、その後もこのようにもうほとんど並びかけての小林選手3番手フィニッシュ。ただもう少し小林選手埋めたんじゃないかなというような印象もあるんですけどねいやそうですね、もうやっぱ男子選手並んでいくっていう時点でもうすごい脚力ですよね。優勝は東京オリンピック日本代表内定の小林優香選手、そして2位にはですねチーム楽天系ドリームスの梅川風子、3位に同じくチーム楽天系ドリームス佐藤美奈、里美奈が入りました。そして4位は太田龍という結果でございます。この表情でございますけども、優勝した小林優香選手の声が届いておりますのでお聞きください。細かいミスなどはあると思うんですけど、でもなんかこう戦うっていう気持ちに入った中でしっかり自分の思い通りにレース展開を運べたっていうのは満足しています。あの沖縄合宿から本当に一日一日をしっかり戦っているので、それがコンスタントに結果にもつながってくると思うので、まあ、しっかりまた明日から一日一日しっかり尽力尽くしてあの限界を取っ払えるように頑張りたいです。今後も応援したいですね。オリンピックもぜひ金メダル取っていただきたいですね。そうですね、目指してほしいですね。今後の抱負聞かせてください。はい、もうまずはガールズ競輪ルーキーシリーズで優勝することと、はい、あの、はい、ルーキーシリーズ終わってからも優勝できる選手になっていきたいと思います。大いに期待しております。応援させていただきます。今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。トラックで女子競輪の模様をお送りしました。今後もこの楽天系ドリームスがお送りしますトラック競技日本代表チーム応援企画、ご期待ください。それではこのあたりでお別れです。どうもありがとうございます。ありがとうございます。